はい、えー。おはようございます。先祖です。今日も朝会よろしくお願いします。まあ、東京今日から始まるんですが、まあ、株式の方ですね。まあ、昨日の米国株が強いですね。これ、ダウなんですが、ダウとナスダックが、え史、ー、上最高値を更新ということで、えー、まあ、アメリカ、あのー、最初の日、 の取引は顕著に推ししましたねという感じですね。で、まあ、こんな感じで、えー、SP が0.6%、DAO が0.68%、NASDAQ が1.2%、ラッセル2000、まあ、これは小型株ですけど、えー、こちらも1.2%の上昇というところですね。はいまあ、その中でアクティブだったのが。 まあフォードですね、4.8%で、フォードはやっぱりちょっと EV にシフトするということで、えー、積極的に、まあ、こちらが突然、まあ、突然というか、あの去年、 中盤から非常に注目されてきて、あのまあ、そういうことで、フォード株、20ドル台まで上昇してきていますよね、あとアップル、えー、2.5%上昇ということで、なんですが、これが、えっと、上場企業としては初の時価総額3兆ドル、まあ、3兆ドルっていうとう、330兆円ぐらい、もう少しですか、340兆円ぐらいで。 まあこの数字って東証一部の時価総額の半分ということで、アップル一社で日本の東証一部の、東証一部って今1900社ぐらいあるんですかね。だからその、あの18、1800、900社の時価総額の半分ぐらいアップル一社で占めてるっていう、まあとてつもない数字なんで、これが、 どうなんですかね、あのアップルが行き過ぎなのか、あの日本株がさあのダメすぎるのかっていうのが、ちょっと、うん、考えるところですよね。あと、まあニオも5.6%ということで、えー、アドバンスマイクロデバイス4%、これ、沖波さん4%ですよね。結構有名な会社が、あのテック株系ですよね。うん まあとテスラも13.5%上昇ということで、まあ、テスラに関してはあのー、出荷台数が堅調な数字ということで、あのー、かなり伸びているということでこれアナリスト予想を上回ったということでテスラ株結構上昇しましたよね、うん、あとシティですねシティも4.49%やっぱり金利が上がる局面では あのー、金融株っていうのは、えー、長短スプレッドが拡大しますんで、そういう意味では、あのーまあ、フラットニングになる、あのー、短期が先に上がっちゃうとダメなんですけど、まあえー、徐々に長期にもこう上昇していくと、長短スプレッドが広がって、えー、有利になるっていうところが、金融株が。 金利上がるににはプラスになりますよね。あとエネルギー株も昨日は上昇ということで、総、ま、じ、あ、てアメリカ株、すごい動きで、まあ、それを東京市場が今日はフォローできるかどうかというところが最大のポイントになりますね。まあ、東京も先週は堅調でしたし、昨日ニューヨーク株が、えーと、出来高が取引所後の100億株ということで、直近20 10営業日の103億6000万株に迫った。 とというところです、ねまあ、ここのところ、やはりクリスマス休暇で非常に出来高がこってたんですけど、まあ、だいぶ戻ってきたかなという感じで、東京市場も大,大北海あの、スタートしますんで、それで、えー、とこのニューヨークの動き、フォローして、出来高も伴って上昇できるかどうかっていうところがねあの注目されるところですよね。まあ、東京市場海外上がっても また東京が寄り点とか言うと、あの寄りが天井になったりすると嫌かなという感じがします。あとは、えっ、ー、と昨日に関しては、金利が上昇しましたね、2年生入り回り0.8%ぐらいまでいきました。えー、10年歳入り回りも1点、えー 64%ぐらいまでということでこれかなり最近にすればかなりの上昇ということで金利が上がってきていますただこの金利の上げをき、えー、のうは米国株はあの気にしなかったということで金利に関して言えばやはり株が上がったということでリスクオンの動きがあるということですねやっぱりあとはあの利上げを粛々とやっていくんじゃないかという思惑が出たこと もありますね、えー、あとは昨日はあの社債の発行があったようで、社債の発行があると、あのうん、ヘジで、えー、その,あの関連する年間の米国債を売ってヘッジしたりするんで、まあ、その特殊要因っていうところもあったのかなというふうに思います。はいえーまあ、そんな感じで、あと昨日、 発表されたものの中ではそうですね、えーとまあ、トルコがあの消費者物価指数高かったですよね、えー、と前月比13.58%で、およそ9%だったんですが、えー、と前,あの前年比では36%と。 いうことで、まああのー、かなりトルコの消費者物価指数が上がってしまったという。あとは PMI が、えっと、結構出ています。まあ、あの月賞ということで、イタリアなんかも62位なんですけど、あのーまあ、前回より減あの下低下しましたけど、まあ、60って数字自体はいいので。 でまあ、ドイツの製造業も57.4ということで、前回と一致したということで、ユーロ圏が58、前回より低下してますけど、まあまあ、レベル的には悪くないかなというところですよね。で、アメリカが57.7、まあ、これも、あのー、製造業なんですが、前回よりは低下し,たんでしてるんですが、まあ、ここら辺は感染者の拡大ということもあるのかもしれませんね。ただ、そこら辺株式市場は昨日あまり気にし,なしていなかったんで、 どうかなという感じですね。えっ、ー、とただ、レベル自体はそんなに低くないんで、これはいいかな。まあ、そんなに影響ないかなという感じはしますね。で、今日あたりは、そうですね、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、 今日4日ですよね4日に関してはうーん、まあ、中国なんかもこう出てきますよね製造業の、えー、PMI とか財政、まあ、発表ですけどあとはそうオーシ欧ンに入って、えー、ドイツの質雇用統計とか、えーまあ、イギリスも。 ここも製造業 PMI 出てきますね、でアメリカが ISM が、えー、と発表します、まあ、これは注目材料になるかなという感じがしますね、まあ、あとジョルと、あのー、求人数どうなってるかというところも注目なんですが、まあ、求人数というか今週はあの、えー、雇用統計が金曜日にありますので、アメリカ、まあ、そこら辺は注目材料になってくるかなと。 いうまあ中国材料に当然なりますという感じですよね。で、えー、ドル円です。まあ、ドル円、えーと、115円のこの50、60がなかなか抜けないんで、ここ抜けられるかどうかですよね。ここ抜けてまずは116円に迫れるかどうかということですね。全般的にやっぱり昨日はちょっとドル安じゃないドル高が進みました。じわりと96.30ぐらいまで上昇ということで、昨日は、あの、 デイリーピポットのレジスタンスにで止まりましたよね。でここ最近で見るとドルドルインデックスあのう12月のあのう10月に96.90かここから下落してるんですよね。 で95.50たりに、まあ、月間のピポットはもう1月になったんで、これ関係ないですが、あと一目均衡表の雲の上限あったんで、まあ、ここら辺がサポートされて、昨日は結構大幅に反発というところですね、まあ、ここ反発して、ここサポートするようであれば、再度この96.90、試しに行くのかなという感じで、国こ,こ、の微妙なところでしたよね。えーで戻りが えー、一目均衡平の基準線までということでここら辺、えー、とドルが上昇しきれないようであればこ、うん、昨日は落ち,落ちるかなというところを見てたんですが、まあ、そうなった場合まずは75日線とか、えー、今月のデイリーピトあの月間ピポットが9 5 2 0一目均衡平の雲の下限が94.95ということで95台前半というところがえっ、ー、と うーんドルインデックスにとっては重要なところ、一方で、えー、上,上サイドは97のところですね、ここを抜けられるかどうか、97辺りを抜けてくると、もう一段、えー、98.50ぐらいのところにまで行っちゃうかな、まあ、そうするとかなりドル強くなりますよね、ドル円で言えばやっぱり116円に近づく、で、えーと、ユーロドルなんかを見ると、 やはり、それを見ていくと、やっぱりユーロ弱いですから、1.12を割れてくるような展開になるかなと思うんですが、まあ、この短期的にはこのドル、ちょっと、えっと、反発していますよね。ということで、えっと、今日は、まあ、東京市場が、 まずはこの海外の流れをフォローしてリスクオンの動きになれるかどうか普通リスクオンになるとドル売られるんですけどねドル売り円売りになるんですけどなんかあまりあの昨日に関してはあのそのような動きになってないということでまあちょっとねあのまあそういうこともあるんですかねうんあのちょっと昨日に関しては不思議なあのまあ オージーなんか売られてるドル買いではありましたがクロ,、えーまあ、クロス円もちょっと昨日は、えーとまあ、昨日に関しては落ちましたよね131から130円台前半、ユーロ円ですねで、えーとまあえー、ポンド円も156が抜けなくて、えー、155円台中盤で推移しているという感じでオージー円どうですかね。 おじえもこう若干売られましたよね。84円のところがちょっと抜けきれないので、まあそうですね。おじえに関しては、この82円の50ぐらいですね。まあここら辺重要かなという感じはします。で、えー、デイリーで見ると、デイリーピポットで見ると、83の20あたりがデイリーピポットになりますね。で、サポートが82円の50ということで、やっぱりこのレンジ内、どっちに抜けるかという。う 感じがします、えー、と,感じというか、この中でまずは推移して、えー、どっち行くかなという感じですよね。はいということで、えー、と今日、まあ、新年、えー、東京の株式市場が、えー、ニューヨークをフォローできるかどうかに注目というところだと思います。また後ほど